フェルスガラクセン。いつできたのか、そして何のために作られたのか、そのほとんどが解明されていない謎の建造物。多くの冒険者たちが内部の調査を試みましたが、奥地へと進む扉は固く閉ざされており、いつしか調査不可能の遺跡として人々の興味は失われていきました。拠点として発展したアーキュリスも調査の不振により錆びれに錆びれ、今ではフェルスガラクセンを訪れる人は滅多にいないのでした。さてさて、魔物が出るっていうのはここだよね。うん、そう聞いてるよ。いつ出くわすかわからないから気をつけてね。うん、エーファもね。じゃあ先に進もう。弟子だこと。との共同戦線であいつにリベンジかましちゃう？はい、お願いします、師匠。よし、来た。それじゃあ行くよ、ルルアちゃん、エーファちゃん。
私が間に合わなかったらどうなってたと思う？ルルアちゃんもエーファちゃんも魔物にやられて大怪我してたでしょうね。いい？ルルアちゃん、ルルアちゃんはまだ駆け出しの錬金術師なんだよ。錬金術を使えるようになって嬉しいのはわかるけど、絶対に無理はしないように。いい？わかりました。すみません。うん、わかればよし。人助けのためだし、多めに見よう。あ、でもベノンさんには感謝しなさいよ。私を探して魔物のことを知らせてくれたんだから。そうなんだ、先生に心配かけちゃったな。元はといえば先生が依頼を受けたのが原因だから、あんまり気にしないで、ルルアちゃん。そうそう、今回の反省を次に生かせばいいんだよ。次に生かせばね。はい。さて、魔物も退治したことだし、私は帰る。ルルアちゃんはどうする？あ、私は育児院に寄っていきます。先生にお礼言っておかないと。気をつけて行ってくるんだよ。それじゃまたね。私がもうちょっと、もうちょっと強かったら。大丈夫だよ、ルルアちゃんはまだこれからだから。さあ、育児院に寄るんでしょ。また魔物が出たら危ないし、早く行こう。はあ、お母さんまでの道のりは遠いな。叱られるし、今日はイマイチの日だったな。いや、でもまだ今日は終わったわけじゃないし、これからズドーンといいことが。何？
何かが頭に降ってきた。これ。何か書いてあるけど、難しくて読めないや。エファ、読める？どれどれ？ん？やだな、ルルアちゃん。私のことからかってる？この本、真っ白じゃない。何にも書いてないよ。え？そんなことないよ。確かに後ろの方は真っ白だけど、ほら！文字びっしり。何も書いてないけど、あれおかしいな。確かにちゃんと書いてあるんだけど。ルルアちゃん疲れてるんじゃない？それか頭を打っておかしくなってるか。まあひとまず本のことは忘れて、育児院でご飯食べていけば。今日のご飯はカレーだよ。え、そうなの？もちろん行く行く。やったー、カレーだー。やっほーい。わ、ちょっと待ってよルルアちゃん、まだカレーできてないから。何気なく暮らしてた日々、お母さんに憧れながらも何もできなかった毎日。そんな生活が変わったのは、ううん、そんな生活を変えてくれたのは、この日、この時、この瞬間。あ、いろいろと振り返ってみても、多分私の錬金術師としての時間はここから動き出したんだ。だからこれは始まりの章。マッてあることはだいたいわかるんだけど、こうところどころ意味が、あれ、またその古文書読んでるの？あ、師匠。そう、そうなんですよ。これ錬金術のことが書いてあるみたいなんです。きっとすごい本なんですよこれ。なんてったって古文書だし。ナノマスター、違います。古文書ではありません。古文書のように見える本です。長いじゃん、面倒じゃん。だから古文書でいいの。古文書なの。はいはい、空から急に降ってきてルルワちゃん以外には白紙にしか見えない本。そういう意味じゃ確かにすごい本なんだけどね。一体どういった類のものなのやら。それを調べるために私は今頑張ってるわけですよ。むむむむむむ。勉強熱心だこと。ま、錬金術の上達に好奇心は大事だからね。と、そうだ。ねえルルアちゃん、しばらく留守番を頼みたいんだけど、いいかな？留守番？師匠、どこかにお出かけですか？ええ、調査の依頼が入りまして。そんなに遠くないから歩いていくつもりなんだ。だからこのアトリエの番よろしく頼める？はい、もちろんです。留守番くらい軽くこなしてみせますよ。お、頼りになるね。まあ
多分新しい依頼は来ないと思うから安心して。それじゃ行ってくるね。その間ちゃんと自習しておくように。サボってはいけませんよナノマスター。はいはい分かってます。留守番を頼まれたからにはお洋服とか日用品とか家から持ってこないとだよね。てか師匠がいないってことはカレーパーティーしてもバレないのでは。うわー天国だー。よしそうなったらちゃちゃっと帰ってパパッと準備してくるぞここは錬金術師ロロナのアトリエで会ってるか。もしそれと感じ悪い。ええそうですけど、それが何か。ああ伝説の錬金術師と名高いロロナに仕事を頼みたくてな。お前がロロナか。いや違うな、大方ロロナの弟子といったところか。違います、弟子じゃなくて娘です。娘。へえ、ロロナに娘がいたとは驚きだ。まあいい、伝説の錬金術師の娘なら最低限の調合はこなせるだろう。お前にはこの道具を調合してもらいたい。それじゃあな。勝手に依頼書置いていっちゃうし。って何これ、やばい、全然わかんない。どうしよう。相談しようにも師匠はいないし、かといってすっぽかしたらお母さんの評判が。絶対絶命のピンチ。でもとりあえず
いろんな人に話を聞きに行ってみよう。きっとなんとかなるなる。なんとか。どうしてこんなことに。とりあえず広場まで行ってみよう。お宿とかお店の場所わかんないんじゃないかなってへえ、見た目によらず気が利くじゃないか。確かにアーキュリスには来たばかりでな。じゃあほら案内してくれ。エルメルリア・フェリクセルです。長くて呼びづらいんでルルアで。そうか、僕はオーレル、クリストフ・オーレル・アーランドだ。あ、アーランド？気づいたか。そう、僕は何を隠そう。国を名前につけちゃうなんて。ご先祖様、よっぽどこの国が好きだったんですね。違う、僕はこの国の。ああほらほら、話はこのくらいにしてポポッと街の案内しちゃいますよ。くそ、調子が狂う。何なんだ一体。僕はたく、食堂ですね。うん、確かにいい匂いがするな。腹が減ったら世話になるとするか。ええ、それがいいと思いますよ。看板娘のお姉さんも綺麗ですしね。でも鼻の下伸ばしちゃダメですよ。ま、誰がそんなことを。次を紹介しろ、次を。いろんな雑貨も扱ってますよ。なるほど、質のいい品を扱っているみたいだ。こんな田舎町にこのような店が。ふふんだ、田舎だからって舐めないでくださいよーだ。ま、困ったらここで買い物すればいいと思いますだな。旅をしてるといろいろ入り用になることも。って、おい、グズグズしてると置いていきますよ。くそ、おい待て、こら。気になってたんだが、いつの間にかタメ口になってるぞ。敬語はどうした？え？オーレル、
私と同い年ぐらいだし、いらないかなって。まあ別に構わないが、なんだかどっと疲れた。今日は宿で休むとしよう。うんうん、それがいいよ。まあハーキュリスは田舎だけどいいところだからさ、目いっぱい楽しんでよね。うん、じゃあな。なんか成り行きで観光案内しちゃったけど、まあいっか。いや、よくない。結局依頼品のこと誰にも聞いてないじゃん。仕方ない、今からならまだ間に合うはず。金の大王の邸と銀の高根に行ってみよう。それかオーレルに素直に話すかだよね。そっちも後で行ってみようかな。石を見つけたとか。いや、今日はどっちでもないんだな。実は、錬金術の依頼？私に分かることならいいんですけど。これ。私にはちょっと、すみません。私が天使として未熟なばっかりに、もっともっと勉強しなければ。
気にしないで。これあくまでも錬金術の依頼だからさ。ここは宝石店でしょ。レフレはいつも頑張ってると思うよ。そうなのでしょうか。私の不勉強で。むむむむむ。ああ大丈夫大丈夫だって。とっても助かった。ありがとねレフレ。それじゃあ。手がかりはなし。依頼を断るのも失敗。退路は断たれたと。これはもう徹夜してでもどうにかするしかないよね。よしそうとなれば。師匠のアトリエにこもって必死に考えるぞ。大急ぎでお引っ越しだ。終えていろいろ考えてみたものの、結局何も浮かばなかったよ。どうしよう。このままじゃオーレルに怒られて、お母さんの評判を下げちゃって。した方がいいんじゃない？ダメだよ。
私がお母さんの評判を下げるわけには。そっか、そうだよね。かといってピアニャさんもいないわけだし、困っちゃったね。八方塞がりな気がする。だよね。神様でも誰でもいいから、誰か助けてよ。あれ、今この本光った？え？いやね、この前落ちてきた本が光ったような気がしたんだけど、気のせいかな。嘘でしょ？どういうこと？ちょっとルルーちゃん、どうしたの？すっごい慌ててるみたいだけど。本に文章が増えてるの。しかもこれすごいよ。依頼の道具の作り方について書いてあるみたい。ところどころ意味わかんないから、多分だけど。私には相変わらず真っ白の本に見えるけど。じゃあやっぱり私にしか読めないのかな。でもこれはチャンスだよ。この本に書いてあることを読み解いていけば、オーレルからの依頼もバッチリこなせるかも。よーし、そうとなったらいろんなことをやってみよう。きっとなんとかなるね。エヴァ、手伝ってくれるよね？もちろんだよ、ルルアちゃん。ルルアちゃんのためなら何だってしちゃうんだから。さすがエヴァ。それじゃあ頑張っていきましょう。Thank you.